こうやってドライブするとなんか面白いね、こうやってね。ロマチルの、ね、どうやろ、結構戻っちゃってるけどね、来た方向に。確かに、だって11時半ぐらいに合流して今1時で、確かにすごい、超おもろい。言うじゃないですか、楽しい時間はすぐ過ぎるって。いや、本当それ、まあでもあのさっきの原付捕まったのがマジ一番面白かったら今と、ねえ、ウィー来た。じゃあ俺は今こういったら死とかで悩ん思ってんのがウィリーして失敗してこげねえかなと思ってでーんつってバイクアウトつって、それおもろいな。超性格悪いな、これ。いや、いいね、私の性格悪いマジでどうでもいいやつに関してはそう思っちゃう。ガシャーンつってこげてさ、いっつえってやってないから自分でやってるなっちゃうわ、なっちゃう、本当にそれ思う。やんねえかな、もう首都高飲んのかな、もうじゃあ。あ、俺飛ばしちゃった、ほら。あ、飛ばすの何？あの前に車いなくなったからじゃん。首都高速取り締まりポイントに注意してください。あいつもうあんな先行っちゃって、ほら、すごい。よくあんなスピード出すよな、ね、こけたら死ぬよ。うん、自転車か、ね、もう来た、さっきのやつだでもさ、2台いた割には こいつは飛ばさないんだな、後ろのやつはね。なんでだ、ね、そういうのは結構、前は結構マイペースなタイプね、別マイペースタイプ。あいつは、あそこ、どっか行っちゃったよ、もうあそこ行ったじゃん、もういないじゃん、ね、あ、来た。あいつライトついてなくね、大丈夫かよ、やべえな。あれ違う、あれでもこれ左に行くぞ。そうだね、めっちゃ、行っちゃってるけどね。え、で、ここはどこ、これ全然わかんねえよ、急にわかんない、ね、千葉県市川市、パイセン飛ばしました。飛ばしました。行きます。来ますかね。ほらやってんじゃん。ほらほらほら。見える、ほらほら。お、すごい。やってんじゃん。ほら。これもないの？すごいよ、ね。よくあんな走りできるよね。ほら。マジで。ほら。見える、ほら。見える。マジですごいじゃん。旅館の走りできるよね、ほら。すごい。すごいよね、ほら。マジですごい。すごい。ね。もう一回ね。あれ、後ろのやつは見守りたいで、あ、見守りたい、ほらほらほら見て、ほら、すごいね、あれ見て、やばいよ、危ないよ、すげえ、ほら、そんな長い時間やれんね、距離マジ、お前すごいなシャンってなった場合さ、これこいつどうするの、ね、一番気になるんだけど、後ろのやつはだ、あいつがウィリーしてんのに邪魔だでしょ、守ってんでしょ、後ろで。そうなの、ね、でもさ、もしミスってガシャンってなったら自分にやばくない急に止まれなくない、ね、ガシャンってガシャンって言ったら自分がこうって言ったわけじゃん。これ誰、後ろの子、これ女の子じゃない、確かもっとなんか小柄だなって思った、こっちだって、しかもほらポニーテールみたいな出てんじゃん、ほら、本当待って、女でこのバイク結構すごい ね結構頑張る、結構キャシャだよ、見てほら、ね、足見てほら、だいぶだって体もだってだいぶ小柄だもん、まあ、南ほどナイスバーディーじゃないけど、一緒にしないで、はい、なバイク乗ってる子たち一緒にしないで、これ絶対女の子だよね、これ ね、 女の子ね、髪の毛長いもん、あとだいぶ小柄だね、だって打っても細いし、肩幅も全然だし、
え、じゃあ彼氏なんかな、じゃあ彼氏に乗らないで単車に乗ってますみたいな。すげー甘い。でで、うん、すごいね。あ、帰ったら乗るのか。あ、どうだった今日、俺の今日はか俺のウィリーはみたいなさ。あ、よかったよ、うん、なんとか結構、うん、あ、すごい、もっと上下からってやっ待って、すげえ真っ黒だけど、何この道、何これ。本当だよ。何これ、街灯ないのこれ。小石丸ポイントに注意してください。あ、彼氏も白状のやつだな。待ってやれいいのにな、この辺でな。本当だ。この先一般道、その他待ち伏せエリアに注意してください。お前ならくれるんだろう。じゃじゃ馬なんですよ。全然ないじゃんね。そうそうだよね。だって あれで結構飛ばしちゃってんだろうか、うん。絶対あれだよな、バイク好きで好きな、なんか好き同士で、うん、まあ、ここでまたね差が開いちゃうんだよな、人な。バイク好き同士で、きっと好きになったんだろうな。すげえな、結構長いやつよね。ねえ、すごかったよね。いいやつだよ。でも、この子もしかしたらこの振動が好きなのかもしれない。バイクのこのウィーンって振動が、あ、それで行っちゃうと。そう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 。やほい。電話使えるじゃん。いや、南行く行くっつって。南じゃねえよ。何今こっち見たあれ。ほら、話してるからじゃないの。感じてんだよ。あ、来た。あ、来た。ほら。回ってきたの。優しいね。姿勢はいいね。でも女の子でこんなの乗って、本当事故ったら終わりだぜ。ね、1回バイク乗ってみたいと思ったことあるけどな。マジ？そこまでの記憶がなかった。この先東関東道パーキングエリアがあります。1キロ先一般道エッジシステムに注意。制限速度。お前マジやめろよ。ダメ、あのね、もう女の子は助手席後ろ。いや、俺は単車、俺後ろとかも乗せなかったな。いや、万が一もし事故ったら責任取れないもん。そんなね、顔傷つけちゃったとかさ。取り締まり。いや、それだったらさ、分かる。違うの、しのりちゃん違った。いや、お前アクセルとブレーキ間違ったとか、言わけわかんないミス。絶対やめろって言われて、お前絶対事故るからって言って、多分それ周りの人に迷惑があるって言われも含めてな。700m。 お母さんがその時に、車を持ってる彼氏を見つけようね。そうそうそう。スッと。400m。 あいつなかなか合流しねえな。ね。合流しようよ。500m。でもすごいな、この女の子。400m。タラ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 してたから。車乗ってる人間だとね、前にバイクいられると嫌なんだよね。そうだね。1台だからさ、見にくいんだよね。あ、でも結構すぐだ、そこにいるよ。飛ばせばね。カメラは正面です。通過速度は80km以下です。マイペース。我が道タイプ。こいつはこい、おい、こいつはこいつ我が道タイプ。そう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 。東関東道。これだってもうナンバー見えないもん。注意してください。確かに。この先東関東道。今日のトロトロしたら困っちゃうね。注意してください。これね、黄色の車線はね、これ私の方向からこっち行けないんですよ。これ車線変更禁止なの。ええー。だから俺行っちゃいけないの。変わりました。そう、これをこうやって行くしかないの。でも右からは行けるの。右から俺の方には来れるの。白いこう破線つんだけど、点線があるじゃん。おうおう、これは車線変更してる、向こうからは。俺の方からダメ。丸いじゃん。そうそうそう。あれは今首都高の出口の合流があるから、車線変更すると危ねえから。あ、そういうことね。こうなっちゃう。そう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 。それは危ないわ。じゃあパイセン、はい、帰りますか。そうしましょう。すんげえ遠回りしましたこれ。いや全然いいですよ。いやん、楽しい。楽しいよ。こんなん見えないもん。いや本当だよね。初めて見た、すごい。本当に？これさ、こんなんやってるやついいな。ね、しかも男と女の部屋で。ね。何それやな感じ。一般道取締ポイント、うん、見えたしな。注意してください。いや、あいつら絶対後でミーティング開いて、いや今日なかなかだったでしょ俺。何々くんかっこいいなっつって。